みなさんこんにちは、ヌヌファクトリーのヌルです。それとみなさんこんにちは、ヌヌファクトリーのハナです。せーの、よろしくお願いします。というわけで、今回はいつもカメラマンをしてくれてる妹の花ちゃんに来てもらいました。私何よろしくお願いしますって言うんでしょ。花ちゃんよろしくお願いします。お願いします。今日は何やるの？今日はですね、外出自粛がまだ続いてるので、家でクラウンのフロアマットを洗いたいと思います。でもフロアマットって洗うの結構時間かかるんじゃないの？そう、乾かすのは結構時間がかかるんですけど、食べかすがついてたりとか、ホコリが溜まってたりとかで、ダニが繁殖したりしてめちゃくちゃ汚くなるから、頻繁的に洗った方がいいです。それは嫌だね。そうなので、とりあえず2人で洗っていきましょう。今回はですね、比較的どこのお家でもあるようなものを使って掃除してますので、もしよろしければ皆さん最後までご覧ください。それではレッツマットデーモン。はい、それでは早速2人でフロアマットを外していきたいと思います。まずは外したマットをこの布団たたきで叩いてホコリを取っていきます。はい、こんな感じで全部叩き終わりました。ゴミを表面に浮かせたフロアマットを水洗いしていきます。洗うのはこちらの中性洗剤で洗います。この洗剤は100均で売っている洗剤で全然 OK です。普段車内で飲食をしている方なんかは、食べこぼしや油汚れもあるので、食器用洗剤でも OK です。洗濯洗剤でももちろん大丈夫なんですけど、なるべく液体洗剤の方をおすすめします。もうこれいい？うん、いいんじゃない？あ、ちょっと左。あ、裏がすごい。
こんな感じで洗いました。ここでしっかり水を流して干すのも OK なんですけど、私の場合はこちら柔軟剤を投入します。というわけで今回は花ちゃんと2人でフロアマットの丸洗いをしてみました。比較的どこのお家でも簡単にできますし、理想としては月に1回が理想なんですけど、頻繁にやっておくと次のお掃除がだいぶ楽になりますので、ぜひ皆さんお時間があったらやってみてください。でもすごい綺麗になったよね。そう、めっちゃ綺麗になって良かったです。めっちゃ好きでしたよね。うん、よかったよかった。こんな感じでヌヌファクトリーでは愛車クラウンに関係する動画だったりとか、あと仕事関係の動画を中心に配信しております。仕事も遊びもカーライフ尽くしな様子を動画で上げてますので、ぜひ皆さんよろしければ高評価とチャンネル登録、せーの、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ヌヌファクトリーでした。バイバーイ。